皆さんこんにちは、陽一の部屋でございます。今日はですね、及田邦雄さん、麗澤大学特別教授で元空将をお招きしましてお話を伺いたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。このね、自公連立っていうのでね、公明党っていうのは国防とか自衛隊に対してはどのような党なんですか？いやこれはね、昔石原慎太郎さんが言ってたように、足かせになるぞと。なるぞって言われた。今足かせですね。だからこれは多分公明党が言ってるんじゃない、創価学会が言ってることだと思うんですよ。まあ一言で言うと偽善、偽善ですよね今。だってウクライナに殺傷兵器を送るな、送れないようにそのハードルを開けてるのは公明党でしょ。じゃあその日本なんか弾もね、兵器も少ないわけで、いざっていう時は支援を受ける立場なんですね、ウクライナの立場なんですよ。で、今ウクライナに対して殺傷兵器を送らないで、もうどうでもいいようなものを送ってね、言い訳というか、アリバイ作りやってますけどね、いざ日本が有事になった時に、それでねもらわなくていいのかと、こういうことですよ。それはねやっぱりやった報いっていうのは必ず来ますからね、我々支援してもらわなきゃならない。だから今困ってるウクライナに対して支援する、これは当たり前の話なんですね。それとかね、あの山口代表がね、あれ風評被害撒き散らしてるようなもんですよね。原発の処理水を、要はあの、夏まで海水浴シーズン、シーズンの避けろとか、ものすごいこと言いましたね。あれはだから多分創価学会の婦人部のね、意見だと思うんですよ。じゃあその婦人部なんか、どこでも一年中ね、一年中サーフィンやってますよっていうことを知らないわけでしょ。そういう意味ではね、やっぱ偽善というのは綺麗事で言ってる人はなんかあのもっともらしいですけど、それはどう見てもね、やっぱり歴史的に見たらこんなこと言ってたよねというふうになっちゃいますよ。あの、こう公明党の人とあの自衛隊の人っていうのは結びつきとかつながりとかいうのはあるんですか？いや特にないですね。自衛隊の中で昔ね、あの創価学会の人が普及活動してたのがありましたですけどね、それはあの指導でそういうことは、あの体内では宗教の話はしないということでね、指導を受けて、今はないと思いますけどね。私なんかね、実は公明党ってね、あの C 国のね別動隊じゃないかっていつも思ってる。今回の山口さんの話だってね、だってあれ科学的にはほら、あの IAEA が出した報告書から、ね、そうですよ。でみんな他の国は、中国以外はもう、まあね、韓国ちょっとブチブチ言ってるけど、大体みんな、まあ、ほとんどみんないいって言うじゃない。韓国政府も、韓国政府も、政府の方はね、野党はまだ言うけどね、政府の方はもういいよって言ってるのに、まあ、C 国だけが、あの言うじゃないですか。でそれを嗅ぎつけた、あのだからそういう意向が分かった山口さんがね、ちょうどいいタイミングで言ったのかなと思いまして、それは多分あるのかも分かりませんね。だっていつもあれでしょう、その C 国の意向に結構反映してね、それ有利になるような、まあ、そこを支援じゃないですかね、国内分子としての、ね、だから論理的にはね、中国の原発からの処理水のあれは海流でね回ってきたら、日本は、年中その泳いでるサーファーなんて泳げなくなりますよ。だから言ってることおかしいんですよね。理解が少ないですか。あの自衛隊の災害活動はいいって、 それは他はダメ。ああ基本的にはそうなんですよ。だからもう殺傷とかね、あれは戦うとかそういうことを意味嫌ってるのがあの政党ですよね、基本的に。だからそれはね、私は偽善だと思うんですよ。やっぱり家族を守るためには戦わなきゃいけない。戦ったらね、相手を殺すことになるんですよ、ね、それは自分の国、自分の家族、そして友人、同胞を守るためにはしょうがない話ですよね。戦争なんていうのは攻められてやらなきゃいけないの。それさえもね、戦うとか殺すとか殺傷とかいうことに対してはなんかフィーリングで意味嫌ってるというイメージですね。
相手がそういうふうに来たら仕方ないよね。仕方ないですよね。相手がやってこないんだったらやらないですけど。でもそれを言うこと自体がね、嫌われるみたいなとこありますね。ちょっとあの話違っちゃうんですけどね、今あのウクライナでクラスター爆弾っていう話題になってますよね。クラスター爆弾っていうのは、ちょっとあの解説していきます。どんな爆弾なの？クラスターというのは、クラスターっていうのは まさに房ですよね。だから普通の爆弾で落とした時に小弾がですね、散らばるんですね。それは200メートル四方なんですね。で普通の爆弾であるとポイントですよね、そうすると、ボーナス効果でまあ半径10メートル20メートルぐらいが殺傷されるんですけどね、200メートル四方の、塹壕なんか入っているところに対してものすごく効果的なんですよ。それを面で制圧しますからね。だから今はまあ榴弾砲なんかの数も減ってきて、やっぱり今防御陣地を構築してますから、そこを通らなきゃウクライナは反攻できないです。じゃあその緊要なところで面で制圧するものすごくいい兵器なんですよ。ただ小弾ですから、その小弾の今はまあ 2% ぐらいは、不発弾になると。不発弾になると戦争が終わった時に被害者市民が被害を受けるということで、これ条約ができましてね、それ日本も入って、日本も持ってたんですよ。持ってないよ。持ってたんですよ。持ってたの、はい、それは条約に入って破棄しました。破棄しました。日本は持ってたの。あ、持ってました。でも廃棄して、はい、でもあのあとヨーロッパの国も入ってますね。そうですね、入ってるところと入ってないところがあってね、だからこれもね、おかしな、もうなんていうか偽善だなと思うのは、ウクライナは自分の国で使用するって言ってるんですよ。普通はね、他国に行って攻め入ってやる、それはね、非人の人道的だった、戦いが終わった後相手の国のね国民が傷つく、それはありますよ。でもゼレンスキーは自分のところの、国が侵略されて今、ロシアによって占拠されてるから、そこで使うと言ってるんですね。それと同時にもうロシアは地雷をいっぱい埋めてるわけですよ。今にね、そういう状況で何を今更言ってんだと、こういう話なんですね。だから、まあ、普通はですね、地雷というのは地雷埋めるときは何度何分ってこう全部メモっとかなきゃいけないんですね。ロシアなんてやってないですよ、ウクライナだから。だからそういう地雷も撒いてるところでね、何が小弾がね、地雷みたいになっちゃうよ。ということを言うんですから、それよりもウクライナが自分自身で侵略された、エリアを取り返す、それに対して有効な兵器であるクラスターを使うって何が悪いんですかと、こういう話なんですが、そこまでこう、説明しないで、いやいやこれはね、戦いが終わった後ね、子供が触ったらね爆発してね、非常に殺傷兵器ですから、非人道的兵器ですから、こういう理論なんです。これはおかしいと、あれですね、ロシアもアメリカもウクライナもその条約に入ってませんよ。入ってない。だからロシアも使ってますよね。そう、ロシアもすでに使ってるんです。使ってロシアは今はねクラスターボムも使ってるし、化学兵器も使ってるんですよ。これはね、証拠がないからあまり大っぴらに非難してないですけど、もうとっくにクラスター使ってるのに対して、しかもウクライナの国土ですよ、専守防衛ですからね。だから非常におかしな議論をしているというのは、ウクライナも使ってるんだけど弾が切れちゃったっていう話ですか、それ切れたらあれですよ、ただロシアがずっと持ってたらやられっぱなしですね。そうですよね。だからやっぱり侵略された土地を取り返す本質論に立ち返ったら、じゃあ軍事的合理性で今、どういう武器が足りないからどういうふうにして今、ロシアが守っているところをどうやって取り返すかという軍事的合理性から考えたら当たり前の兵器なんですね。だから非常にね、偽善がこの世の中ダメにするということもありますけどね。もっと冷静に軍事的な観点からね議論した方がいいと思いますね。そうですね。まあですね、やっぱりそういうのを講義でやるんですか。いや、兵器のことまでやらない。兵器のことやらない。はい。でもただウクライナの情勢とかはやりますよ。兵器のことまでやった方が面白いんじゃないですか。そうですね。それにはね、やっぱり
抑止とは何かとか国家とは何かって最低限の知識がなければ、うん、やっぱりそれ、ね、砂上の楼閣みたいになっちゃうとあれですからね、最近はあれですよね、防衛研究所の人がテレビに出るようになったからそう、はい、そういう話が出てきて結構言うようになったから面白いですね、ええ、昔全然そういう話なかったですね。いやいやもう時代変わったと思いますよ、うん、やっぱりああいう人が出てきて私はやっぱり議論するというのはいいことだと思いますね、うん、でもあれでしょ、大分さんから言わせたらね、うん、あの人たち化粧の空論でしょ。いや ある面そういうところはあるんですけどね、要はもっと深く踏み込んだ方がいいのになと思うのは上辺でね、ねえ、ありますけど、だって戦闘機乗ったことないでしょ、ね、えかそこはだから何 G とかいうの経験したことないんでしょ、ね、あそこの防衛研究所の人は F-16 を供与するしないって、ね、極めて上辺なんですよ、ね、それを供与する、ね、パイロットの教育どうするんですか、あるいはね、うん、戻ってきた時整備する整備員の教育どうするんですか、うん、で整備機材はいりません、ね、そういう、ね、ことは一切抜きで政治的な話で F-16 の供与自体が議論してるって、ね、我々から見るとね、うん、ちょっと足りないやなと、ね、もう一回なせいぜいあれでねパイロットの教育までですね出てくるのはね、あれはねイギリスかなんかで、うん、4ヶ月か5ヶ月かかるとかそういう話ですねそうですね部品とかねそこまで来ないな、いやいやあれを整備する整備員どうやってやるんですかって、ね、うん、整備員がいないとできないできないですよね、はい、燃料運転手一つですからね、パイロットがやるわけじゃないですからね、だからそういうところまで、まず整備員の教育どうするんですかという話は絶対出てこないでしょ。あれあのねパイロットの人から見ると整備員を信頼してるわけ。そう、これはね日本って素晴らしいです。信頼してなきゃ飛べないです。あれ結構下手な整備員だとどうなっちゃうわけ。ああ本当に例えばインテークの中にね、うん、スパナ1個残されたら爆発しちゃいますから。ああ整備員は信頼してるわけね必ず、航空自衛隊世界一だと思います、うん、整備員の教育、うん、で整備員やっぱりそのリテラシーも高いですし、うん、やっぱり整備はね素晴らしい。でもそれがいい加減だったら自分で死んじゃうんでしょ。そうです。上に飛び立ったらあれって感じで、だからスクランブルなんてね、かかったら私は3分50秒ぐらいで抵抗してたんですから、とにかくね中を見るし、エンジンかけて、ままよって言って上がっていくわけですよ、うんうんうん、それは整備員がしっかりね、しっかりやってくれるからということを、まあ、100% の信頼感がありますからね。それはねいやここのコネクターがねつながってなかったらうちでそれはね飛び上がってからおいおいおいって焦っちゃうわけね、はい、そういう経験なかったですか。飛び上がってからこれ整備してねえんじゃねえかとか。いやそれはないですね。なかった、はい、日本は優秀です。素晴らしい、うん、それはもう非常に優秀な、やっぱりねそれはなんで優秀かって分かったのは私、イラクの、イラク派遣の航空部隊指揮官2年8ヶ月やったんですよ、うんうん、で C-130 の部隊をクウェートに持って行きましたね、うんうん、それはアメリカ、イギリス、オーストラリア、日本、韓国、シンガポール時々C-130 持っていくんですけど、ね、うんうん、で朝 C-130 の稼働状況が出るわけですよ、うんうん、日本はね3機ね常に 100%、うん、アメリカは12機ぐらい持っていてね稼働率 60% とか 70%、うん、でイギリスがまあ1機壊れてるとかね、3機持っていて1機壊れてる、そういうのでなんで 100% なんだってよく言われましたですけど、ね、うん、なんでって徹夜して直してるからなんですよ。うーんだから徹夜してでも直す、うん、その使命感なんていうのはねやっぱり諸外国にはないわけです。だからそういう意味でも本当に信頼感はあるから、だからそういう整備員どうやって育てるんですかと。それだって全然整備したことない人だったら難しいでしょ。いやそれかなり訓練しないと。それはできません。訓練しても、うん、うまくできるかどうか分かんないですね。それはできないですね。基礎的な知識からですねやっぱり、だから航空自衛隊の隊員の、任期制単位で3年なんです、うんうん、陸上自衛隊2年でしょ。3年ぐらい経たなきゃね、ものにならないと。そうすると F-16 はゼレンスキーがね、うん、広島サミット来てゲットしたじゃないですか、うんうん、であれいつぐらいにちゃんと、うん、なんですか、その意味でね、うん、パイロットとかあと整備員がちゃんと訓練されて飛び立つんですかね。あれ面白いなと思うのは、うん、供与って言うでしょ。供与のタイミングっていつかって言ったらね、うん、諸外国でこう違う、
戦車っつったらね、供与ったらその供与、F16 供与って言ったら供与されてもね、供与するとものが来ても戦力ならない。できないでしょ。私はね、多分もう教育してるんですよ。今してるの。アメリカで私はある数字から聞きましたが、パイロット教育やってるって。もうすでに。はい。だから供与というのは現物を与える時期であって、その前にね、整備員の教育。教育やってるのね。やってないって無理なんでしょ。はい。もうね、やってないと無理です。だから本当にビューッと飛び立つっていつ頃なんですか。だから多分暮れなんでしょうね。年内？暮れな、暮れ、暮れが一番早くて。だから年内もうね、今年の要は年明けぐらいから私には情報が入ってた。アメリカでウクライナ人教育系練習してパイロット、パイロット、パイロット、パイロット。整備員は？分かんない。だから整備員もね、ベテランの整備員連れてきたら半年ぐらいで、でなんとかできるようになります。でも半年はかかるわけ。半年かかります。やっぱり F16 のシステム全部理解、全然違う、全部理解しなきゃいけない。あれもともとだから西側のやつだから、あのソ連のね、違うんですね。違うんですよ。だから、MiG-29 を整備している人間をですね、連れてきてやろうとしたらやっぱり違うんだよ。最低限半年はかかります。違うから。違います。ああ、整備思想がやっぱり違いますし、設計思想が違うんですよ。だからアメリカの飛行機というのは、ソ連のロシアの飛行機というのはとにかく国間地マイナス30度ぐらいでも整備できるの。どういうことかというと、細かいところなくてもう物ごとにですね、交換するようになってるんですね。でアメリカはというと、もうあの細かいところまで配線がどうのこうのってやれるようになってるんです。だからそういう設計思想あるいは整備思想違いますからね、相当時間かかると思います。時間かかる、はい。だからそれは私はもうね、いや供与についてしのこのしのこの言ってるでしょ、もう決めてるんですよ。で結果的にさ、はい、できるようになりましたといった時に政治的決心が一つ必要で、その時はい供与しますと言ったらね、もうすぐ使えるような状況だと思います。でその時にいやいややっぱり供与しないと言っても、教育されたあのものはね、別に残ってもいいわけじゃん。それはなぜ分かったかというとね、ストームシャドウ、ストームシャドウ、ストームシャドウイギリスの、あれね、供与しました、はい使いましたって、こんなの我々ありえないよ、ね、ありえない、事前にやってたわけ、MiG-29 ですよ、それに、ね、ストームシャドウをねつけること自体ね、それ相当なあの改良をやらなきゃですよ、ストームシャドウ供与って言ったらもう使ってんだもん、おいおいおいって、それはね半年前にもうやってんですよ。この点の話はみんな半年ぐらい前に準備があってやってるってことですか。だからそれとかね、ハームってね、ハイスピードアンチラジエーションミサイルと使ったんですね、それは何かというと、レーダー、ロシアの地対空ミサイルのレーダー出したら、そのレーダー分かったら、そのレーダーにホーミングしていくミサイル、これをね、MiG-29 にあの搭載して使ったわけです。そしたら、ロシアは、おいおいって、レーダー止めなきゃいけない。敵が来たら止めなきゃいけない。これはね、非常にいいわけですよ。制空権取るのにね。それを、ハームを使ったって、ハームを供与って言ったら使ってるんですよ。これはね、MiG-29 に乗せようとしたら、もう相当な回収いりますよ。あ、そうなの？はい。だからそれは全然思想が違うっていうことですか。全然それは違います。あの、要するに、その、なんていうか、あえて言うと、その、ピストルで弾が違うってレベル？弾が違うというよりも、むしろその例えば日本の電気製品は 100V だけど、それは 200V、そのボルトが違うって、ね、ボルトが違うものをね、どうやって搭載するんだみたいなね、それは相当な回収が必要なんで、それをね、あのストームシャドウ、はい供与、はい使いましたって、これはね、もう前からだから供与ということのタイミングの意味というか相当違うなと思う。だから戦車なんかはね、供与って言って決めて、それで数週間やれば使えるようになる。戦車は比較的あれですか、なんていうんですかね、運転手と整備も比較的簡単、動かすのは、ね、車に似てるから車に似てるからだからエンジンのスタートの仕方とかは違うかも分かりませんけど、基本的にはね、地上走るあれですから、そうだけやっぱりあの空が一番難しい。いや、それは難しいですよ。それは、まあ、空は難しい、はい。私も F4 から F15、ね、F4 の超ベテランでしたから、で F4 から F15 で、F4 と F15 同じ会社が作ってるんだよね、だからね共通してるからまだよかった、
設計思想が一緒ですから、うん、これがね全く違うものになりますとね。この F2 だったらどうなる、うん、F2 だったらどのあれ運転できます。いやそれはもう相当時間かかる。時間かかる、はい、それで要はテイクオフして降りることだったら数週間ぐらいですから、まあ、戦いをやろうとしたら、ね、やっぱり自由自在に動くとかするんだと大変、うん、しかもそれ変態で行動しなきゃいけないでしょ、うん、でしかもそれ戦技戦法って言ったらねまあ1年はかかるでしょうね、うん、だから F16 はもう今年の、要は年明けぐらいからやってるから、ああそれも一人じゃダメでしょ、相当何十人作らなきゃいけない。その一機についてそのパイロット以外に何人ぐらいそういう教育整備とかそういうんで、あ整備だ、あ一機に対して、まあ、人機基準とか言ってね、うん、オクラ的にあるんですよね。一機に対して、まあ、整備もいろんな部門の整備ありますから、うん、20名ぐらいしてる、ね、そんだけ、うん、大変じゃないですか、ね、大変です。そうするとでも一機じゃないでしょう、やっぱりもうその10機とかそういうレベルだとすごくその教育が大変なんですね。そういう教育もどこでやるんですか。これアメリカだったんですよ。アメリカに全部連れていくしかない。アメリカかオランダか F16 を持ってる、うん、でイギリスは、うん、教育っていうのはパイロットのいわゆる新人の教育ですよ。私が想像してるのは F16 持ってませんから。持ってないから、はい、だからパイロットの教育なんてなかなかもうできないんですよね。ベテランのパイロットで戦場に行きますから。そうしますと次世代のパイロットを養成するといったら一からプロペラ機から乗せて、それをイギリスなりが引き受けてるんだと思いますよ。そしたらでもどっかで F16 飛んでるんですね。いや、アメリカの ラングレーとか飛んでますよ。それでその中へひょっとしたらウクライナ自身が乗ってるかもしれない。いや、練習でそれはある筋からは、ね、はい、ウクライナ練習で、はい、うん、だからその F16 のパイロット教育、航空自衛隊も行ってますからね、うん、年間5人ぐらい、うん、でもう聞いてみるといろんな国から、うん、来てますからね、うん、だからその中に一人ウクライナ人混じってても分かんないか、分かんないそれね絶対やってると思う。やってる、うん、整備員の教育も、ね、やってなかったら無理。いや、できないですよ。だから供与は、はい、供与、政治的に供与決まりました、うん、そこからね1年かけるのかって、そんなバカなことやらないと思うんですよ。うん、だから供与って言ったらねすぐ使える状態、うん、でだからそれが政治的決心だし、政治的決心としてその準備段階では別にね政治的決心いらないわけです。お金がかかるだけの話ですから。で供与はしないと言ったらそれはそれで別にいいで、うん、まあね、練習だけの話ですね。そうで、うん、戦いが終わった後ね、うん、F16 入れたらその人たちが核となって、うん、ウクライナ空軍を作っていくと。一回練習しておけばまあ それなりにはですから、ね、なるほどね、うん、いやさすがにあれですね、うん、パイロットは面白いですね、話が。面白いでしょ。だから、メディアで言ってるようなこと、これはね、もう、なんか、あたかもね、イギリスでね、F16 のね、パイロット教育やってるかのように、やってるかに思いました。持ってないと。うん、そんな持ってないから、そんなのできるわけないと。はい、だから、パイロット教育の、その新人の教育、これをやってるということなんですよね。うんうん、まあ、そういうレベルの話なんですね。そうなるほどね。ぜひね、M 好き、なんとかさんねこういうの勉強したらいいよな。いや、もうそれ聞きに行かないんだよね。それってそれ以前の問題ですからね。日本に F16 があるとかさ、その以前の問題で、もうプラモデルしかないですよ日本にはと私は思ったけどね。いや、そうですか。なかなかあれですね、まあそういうあれですね、大市さんからしてみるともうあれですね、専守防衛とか核の話とかもう とんでもないわけね。とんでもない。専守防衛というのは、まあ、相手より先に立たないということであればそれはそれでね、うん、諸外国取ってますからそれは戦略守勢なんですね。専守、うん、防衛というのはこれ偽善の言葉ですよ。もっぱら守るってもっぱら守るはずの話にはないんですよね。それをね英語にするとね、エクスクルーシブリーオリエンディフェンスオリエンテッドポリシーって、これはね直訳してるから、これを説明してもね、アメリカ人一人も理解する人いなかったですよ。ですよね。でもなんか今最近中国の習近平が戦争に備えよっていうので、これはあれですか、
現場の人から見たらどんな感じなんですか、ね、いやこれは最高指揮官が言ってるんでしょ、うんうん、基本的には、習近平は2027年までに台湾を攻略するってアメリカの高官も全部言ってるんですね。でウィリアム・バーンズ、CIA 長官がこの間言ったのは、うん、習近平が台湾攻略を2027年までにやれるように準備しろというふうに命じたということを彼が言ったんですね。いやその通りだと思いますよ。2027年現場の人は、うん、現場の人の気持ちもあれでしょう。大泉さんだってお分かりでしょ、うん、で最高指揮官から来たらグッて、それはもう絶対何としてでもやらなきゃいけない、うん、で軍事的合理性から見ますとね、台湾にノルマンディ上陸のような上陸作戦やってそれで戦うと、それはできません。なぜかというと沖縄でもね、何万人で攻めたかというと、マッカーサー54万人ですよ。54万人でそのうちの18万人を上陸させたんですね。それで血みどろの3ヶ月やったわけですね。あんな戦いをねやろうとしたら、沖縄の12倍の広さの台湾に何万人上陸させるんですかと、こういうことですよね。だからそれはああいう戦いが起こったら困るで、まあ、メディアでは言ってますが、ああいう戦いにはならないんです。でも習近平がその2027年までにやれって言ったら、何としてでもやらなきゃいけない。それはどういうやり方があるかで、いろんなやり方があるわけですよ。クリミア半島取った時のねハイブリッド戦のようなやり方、あるいはその、ごくごく、戦闘場面を限ったやり方とかね、うんうん、いろいろ やり方ある。それはもう2027年までに絶対あると思います。だから前もちらっと申し上げたように、それは台湾攻略はあるんですがないんですかじゃないんです。いつあるか、どのようにいつあるか、どのようにあるかということ、それにやっぱり我々は備えとかなきゃいけないよと。それにしたら沖縄県知事さんのんきですねいやあれはね、もう使い勝手のいい男だと思われてるというふうに思わなきゃいけないんですね、うん、沖縄の県民も。だからあれは恐ろしいですよ。だからこの間習近平がですね、初めて琉球について言及したんですね。琉球ですからね。そう、沖縄とは呼んではならないと、琉球だと。琉球ですからね。で琉球について今、じゃあその琉球、独立研究学会って日本で作ってるんですよね、学者が。すごいですねだから独立宣言なんかしたらあっという間にその琉球国保護の目的でね、うん、人民解放軍が来ますよ本当あっという間に。なるほどね。だからね、本当もう県知事デニーさん大丈夫かなというふうに思うんですがデニーさん踊ってましたからね、踊ってました、うん、ちょっとデニーさん、まあ、昔だって沖縄ってあれじゃないですか、もう完全に米付きバッターのようなあれじゃないですか、もう属国みたいにやってたでしょ。もうそれになりたいのかね。そうですね。だから本当に、ね、いや心ある人は私はおかしいと思ってると思うんですけどね、やっぱりそれは沖縄県民が選んだ人ですからね、うん、だから沖縄県民の人も冷静になって、今の日中関係あるいは台湾の有事なんかも考えて、沖縄はどのように平和を保っていくかっていうのを考えた方がいいんじゃないですかと、なるほどね、いうふうに思いますですね。すごい状況ですね、なんかね、うんうん、これは、まあね、中国人が台湾領域に強行侵入なら自衛隊に反撃って国防部、うん、こんなクソ、いやこれはですね、うん、いや当然やるべきですね、うん、やっぱり領空侵犯なんかされるとね、それやらなきゃいけない。で今は中国というのはですね、戦わずして勝つと、うん、それはどうしたらいいかっていうのは、その認知戦って言われてるんですね、うん、認知戦、うん、もうどんどん威嚇恫喝やってですね、台湾の人たちが戦ってもダメだなと白旗上げた時にゲームセットなんですね、うん、でそのための一環として中間線をどんどん越えてこうやってる、うん、そうしますと一時ですね、全部スクランブル上げて対応してたのは、なんか飛行機が落ちたりしてね、金をかかるって言って、ね、スクランブルやめたっていうニュースが入ってました。
またやり始めたのかなと思いますけど、これはもう今沖縄の航空自衛隊が本当きつい中でね、1日3回上がったりね、スクランブルで、それは歯を食いしばって頑張らなきゃいけない時なんですよ。それをあのスクランブルをもう上げないことにしたなんてね、いうニュースが入ってましたですけど、ね、それをやると相手の思うがままなんですね。それはあれですか、整備の問題ですか、落っこっちゃったっていうのは。あの整備もありますし、やっぱりスクランブル飛行機上げるということは金がかかるし、燃料もかかるし、部品は壊れるし、金がかかるんですよね。だからあのまあパイロット側からしたらね、先ほどの整備に対する信頼性、ママよって上がっていきますからね、もうやってくれてるという前提ですから、だから自分で点検中にできませんからですね。素人考えなんですけど、うん、無人のスクランブルってダメなんですか。無人、まあ今後は多分考えられるでしょうね。もう大変ですよね。まあ、まあなかなか今は難しい、できてないですね。分かりました、はい、今日はどうも本当に貴重な話ありがとうございました。どうもありがとうございました。